リオン師匠のりり、深釣りボぼーリオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、釣りに欠かせないアイテムの一つである。<laughs> リールに関する質問でございます。ほうほうほう。たまにネットでも話題になるやつなんですかね。ズバリ。メバリングに使うリールは、ハイギアとローギア、どっちがいいのでしょうか。<laughs> です。<laughs> あ。 お思わず笑っちゃった今。<laughs> <laughs> あったね、はいうん、あったねっていう言い方を僕が今した理由は、それめっちゃくちゃ言われてたの14、五5年前だよ。あそんなに前最近,最近言われなくないあんまり。言われるたまにどこかでは見かけます。まあ、たまにはいるよ。どんな時代だって、はい、どんな内容だって。 少数派と多数派は必ず存在するしあの正解か不正解かは関係なくその時代の整数っていうのがあるよね。はい。うん。ああ、もう一回、今の方の質問って,のはネバリングっていう,ふうに限定してあるのは一応、はい、ネバリングという、うん、まあ、つまりライトゲームという感じでもいいかもしれないですが。 ああ、でもね、これライトゲームじゃくくれないよね。そうですね。例えば、メッキ釣るのにローギアがいいかって話じゃん。ああ、そうですね。メッキパッ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 パ動かさないと、ぬるりぬるり巻いてたらピュッて見切られてある確かに。そうだろはい。だからこれはメバリングでお答えしなきゃならんのじゃないかなと思っちゃうんだけど。そうですね。だよね。ンでまた違う魚種編、要望がありそうであれば。 ングでじゃあ今回は皆さんメ,メバリングでローギアがいいのかハイギアがいいのかっていうことでちょっと僕なりの考え方をねちょっとお話ししたいと思うんですけど、はい、えっとね20年前には僕自身もあるいは身の回りにいたお友達たちも僕たちもローギアがいいよねっていう時代はあった。お<ー>これはもう正直あった。 でほぼ全員がそうなんだっつってローギア買った。なるほど。うん、で理由はジグヘッドにワームを一定速度のデッドスローと言われるスピードでこう巻かなきゃいけないから。うんゆっくりゆっくり。うん、で確かにメバルっていうのはゆっくり平行移動するものあまりこうならないものね。はい、スイーっていくものに対して非常にメバルってのは反応がいいよっていうのは。 これま厳然とした事実はあるよねなるほどこれ僕の勝手な感想なんだけど多分ねエビ食うことが多いからじゃないかと思うんだよねああ食性に基づいてい、ね、もう食性だと思うよね小魚を食うよりも普段公安部の夜堤防の明かりがついたとこまあ闇夜でも一緒なんだけどもとか岩のそばにいっぱい海エビがいるじゃない、はい、海エビもいるし例えばあの 漁港内でよく見るのが、まあ、地域でもいろいろけども、車エビの子供で、サイマキってエビがいるよね。はい、サイマキ。これ、結構中部地方、名古屋とか、あの辺の多半島の漁港行くと、冬になるとよく見れるんだけど、あの5センチ、7センチくらいの車エビの子供が水面直下をこう泳ぐのを網ですく遊びがあるんだけど。へ<ー>あのね。 ボブリングしないからエビは足でこうかいてるからる体全体はくねくねしないのよね、うん、魚と違ってだからヒューっていってんだよねなるほど、うん、まあいずれにしてもその流れに乗っかってずっと流化してくるプランクトン系もよくメバルって食べるじゃねはいだから比較的そのなんだろうなレンジを変えずに平行にスーッと動くものに対して反応がいいっていうのは これは普段のののメバルの食性に起因するものだよねだからローギアの方が安定してそのスピードで負けるという話だったのよ。うん、なるほど。めっちゃ説得力あると思わないありますね。確かにと思いますね。<laughs> だからローギア買いましたよ、当時みんなで。うん、でもそれを3年、5年、10年とやっていくと僕、個人はよ。 みんないろいろあるからあれって思っちゃう時があるのよなるほど、うん、でその浪ギアを持って夜メバルをつと時はまだまだいいんだけどと夜は時々しかないけど昼しょっちゅう切るのがのなぶらが立ったなんていうのがあるじゃないああありますねあの時に回収してバーン投げるのにローギアはかったるいよね確かに うん、これがまずね僕の場合最初だったえっとローギアだけじゃなくてノーマルギアハイギアと3台ぐらい持ってる時代があったのねでハイギアってやっぱ回収早いよねそうですね、はい、最初はね僕あ前提として話しなきゃいけない、えー、ルアーでメバルを釣り出して僕は45年超えましたはい で最初の2三3 0年はハイギアかローギアか全く、ま、関係なくとりあえずお店で売ってるリール買って使ってた。で20年ぐらい前からローギアいいよねってなってローギア使ってで、まあ、いろんな釣りもするのでミドルギアっていうかノーマルギアね、うん、ハイギアも使っていく中で今現在僕どうなのかこの10年ハイギアしか持ってないですよ。 おー確かに、いつもレオンさんのリリース、もうハイギアですね。だよね。これ、僕の身の周りの人は全員知ってるよね。ヘ、うんはい、バルだろうが、アジだろうが、メッキだろうが、はい、シーバスだろうが、全部ハイギア。なんでっていうのは、ハイギアでもゆっくり巻きゃいいじゃんって話なの。うん。で、ローギアで高速巻きしようと思ったら大変だよねって。そうですね、すごい。ハイギアならこれ、これぐらいでも同じスピードで巻けるじゃん。はい。 えちなみに聞くんだけどキューベも一定以上やり込んでるアンゴラだから多分返事くれるんじゃないかと思うんだけど2000番2500番のローギアって1巻何センチぐらいだいたい ?57 センチとか63センチとかそんぐらいのイメージですハイギアはハイギアだともう8090とかになりますよね2倍までいかない2倍弱ぐらいだよね そうですね。そんくらい違うんだよね。はい。50回巻かないとルアー回収できないのが25回ぐらいで回収できるわけじゃん。はい。このアドバンテージ大きくない釣りしてて。大きいですね。うん。で、ハイギアじゃゆっくり巻けないそんなことないと思いますね。うん。えー、っと、この話ね。 うんあの自転車の機械たら分かるよね。ヒヤヒヤ。10段変速、まあ、十段変速はちょっと言い過ぎか、ママチャリぐらいだと5段変速ぐらいかな、今。そうですね、3から5段階ぐらいじゃないですかね、うん。じゃあ、一番下がローギアだとして、一番上が5段階上のハイギアがあるよね。はい、真ん中とか真ん中よりちょっと上のトップギアまでいかなくても、ハイギアでゆっくり焦げませんか っていう話だよね、うん、全然ゆっくり焦げるよね。そうですね。でも、スタートする時にはめっちゃ重たいよね、ハイゲーで焦げ出すと。そうですね。はい。置始めが重たいからロ、ローギアの落としといて焦ぐわけじゃん、軽いから。はいで。ちょっと勢いになってきたら、カチャンカチャンカチャンってすぐもう3段階、4段階上げない自転車。コン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 って。うん、上げますね。でもリールはさ 1ム3ムぐらいの負荷を巻くから、ハイギアでも重くないんだよ、別に。うん。うん。って僕は思い出したの、途中から。なるほど。そしたらいざという時の回収速度が速い方が、あるいは、青物が入ってきてて、早巻きの方が反応がいい時を考えると、大は小を兼ねるで、ハイギアの方がいいなっていうのが僕の。 この10年くらいの公安部の、えー、ライトゲームに使うリールがすべてハイギアになっちゃった理由なんだよね、うんうん。で、どっちがいいか悪いかって言われると、僕はそこは返事したくないな、はっきり言ってうて、んうん。そんなもん、もう個人の好き嫌いでしょって世界でもあるよね、最後は。そううですね、うん、どっちがなんかこう 自分のの釣りに馴染むかっていうのもあるとと思思いいいますすしだから僕は好き好ききででいいうんです自分あの魚釣りってのは趣味な遊びなので自分が楽しいと思える方法が一番だから、うん、人がハイギアがいいって言ったからっつって振り回される必要がないしローギアがいいっていうのにも振り回される必要がない。でな、えー、まあひょっとしたら皆さんよりも釣り経験がだいぶ長いぼ僕の。 自分自身に対しは結論で言えばハイギアの方がたくさん釣れるとかローギアの方がたくさん釣れるとかはない <laughs> 楽しいか楽しくないかで考えた方が正解なるほど、うん、もう一つね重要なこと言っとくねこのハイギアローギアの話で、はいえー、ライトゲーマーさんがローギアハイギアの論争をするときに巻き上げのパワーの話一切入って出てこないよね そうですね。うん。これは久米はジギングはやるの昔からやってた。たまにいいですね。カンパチとかはい。オフショアのたまに青物系とか例えば水深百メーターとかはい。まあクエでもいいしタマカイでもええー、カンパチでもいいよ。二十キロ三十キロ釣りよみたいな。はい。 その時にハイギア使う人が多いかローギア使う人が多いかどっちだっやっぱりローギアがどっちかっていうとローギアのが、うん、多い気がしますねこの議論とライトゲーマーさんがおかっぱりででイギアローギアの論争の議論は全然別なんだね次元がうんつまりカンパチみたいな馬力のある重たい上と回る魚をガーンかけて、まあ、ポンピングで やりはするけどもあの時と場合によっては根魚なんか特にそうだけどガツンかけて竿を立てた状態からハンドルだけで巻く時にハイギアだと重たくて負けないよね、うん、だからこれさ概念ご呼び方でゴロッと変わるんだけど僕なんかの年代の人間が初めてローギアに触れた時はローギアって言わなかったんだよ。お パワーギアって呼んでたんだよ。ああ、そうか、そうか。つまり、ゆっくり巻くのが目的じゃないのよ、全然。うん、今ロスキーギアいいってありますもんね、パワーギアそう。うん、巻き上げパワーが強いのを強くするのは、ローギアだよね、と。うん、という概念だったのね。うん、で、そこの、その、根本的なぶ物理原理というか、構造みたいなのを、 すっ飛ばしてゆっくり負けるからいいって言ってるのがそのライトゲームの世界なんでもう少し本来のそのハイギアローギアとパワーギアとそうじゃないギアの差が物理としてどうなんだっていうことはねもう一回見直した方がいいと思うよね。うんなるほど。いくら小物釣りでもね。はいうん、それを踏まえて 最終的に選ぶリールがどっちかっていうのは、これはもう人が何をがか関係ありません。自分の好みで選びますよ。というふうに落としどころを作れば、えー、悩まなくていいだろうし、人に何をか関係なく幸せな釣りができるんじゃないかなと。<laughs> こんな感じでどうでしょうか。いや、その通りだなと思います。皆さん、まあ、なかなか何台も買うっていうのが難しい時も多いと思うんで。あの <laughs> 悩むポイントだと思うんですけどギアヒって、うん、僕はまあリールに限らず釣りざでもねどっちかといえば同じようなものの考え方なんですよ坂口においてははいあの「大は小を兼ねる」うん「強は弱を兼ねる」うん「長は単を兼ねる」<laughs>「なるほど。<laughs> いつでも <laughs>」 短いものは長いものの代わりできないんだけど長い竿は短い竿の代わりはできるんだよ。うん確かに例えば短めの持つとかさ。はい、短い竿は長めには持てないから。<laughs> はい、常に僕はそういうものの考え方をするので基本はまあ一般的な言い方すれば大は小を兼ねるの精神で、えー、道具選びしてます。うん、困ったら竿も短いの長いのもあったら。 長い方って選んでいくと、まあでもなんかその方がいろいろ対応できたりもするので,いいで、ねうん。そう、対応幅はやっぱり大は小お金の考え方の方が僕は正解じゃない。正解というか楽なんじゃないかなと思う、ね。うん、まあそういうのを積み重ねて、もうこの釣りがしたいっていうなんかこう価値観とか目的が固まってきたときにもう、じゃあ今回はーギアにしようとかなんかそういうふうに選んでいけばいいですもんね。だよね。はい。 もう僕はもう普段使いでもうほ,ほとんどハイギアばっかりです。ハイギアばっかりなんですけど、あの、ハイギアとローギアのこれはどっちがいい悪いの話じゃなくて特性の話しますね。うん。はい、同じスピードでルアーを巻いてこようとしたときに、ハイギアならこれぐらいのスピードなんだけど、ローギアならこれぐらいで巻かなくちゃいけないよね。はい。これも 僕のね、リールを持ってるのの手を見て、ゆっくり巻いて、このこのスピードを例えば50としましょう、単位として。はいアイギアで50スピードの単位で巻こうとすると、僕のこのリールを握ってるのの右手。ところが、倍巻かなきゃいけないローギアで50のスピード巻こうとすると、こう巻くと、ほら、右手動いてるでしょ。うーん確かに、うん ローギアを早く巻こうとすると、どうビタッと止まって、早く巻ける人ってほとんどいないんだよ。だって<ー>僕もできないもん、右手が動いちゃうもん、こう。ぶれ、うん、ちゃうってことですよね。ねそう初心者で言うと、こう巻くからね。ああ、確かに。かに<笑><笑>こんな、こんななるよね。はい <laughs>、うん。だから、ハイギアリールってのは、ローギアよりも、このハイスピードになるときに、竿を持ってるほうの右手がぶれにくいよ。 うんなるほどじゃあそれがだから釣れるか釣れないかは関係ないよそんなものは関係 <laughs> <laughs> ないんだけどやっぱりこうビターってこの差を持ってる本て動かしたくない時があるじゃないそうですねあります、ね、で一,定一定スピードより早く巻きたい時もあるじゃないその時の安定感は圧倒的にハイギアの方が手が動かない もう一つは、これもう俗に言われてることだから知ってる人はもう知っとるわれよのさ、あんなこと当たり前やっていうの。ハ <laughs> イギアの方が、魚が食った瞬間がすぐわかる。ああ、感度のところですね。感度。ローギアってのはパワーギアだから、ちっちゃい魚が食われてたらわからないことがあるんだよね。うん。メバルの、でっかいメバルが食われてついてくるバイトがあるの知ってるああ、食われたままこっちにアングラー側に来ちゃうことですね。そう。 ーいうような感じでついてくる <laughs> あれがローギアだと感じれないのに <laughs> ハイギアだったら「うん」ってなるのよお<ー>この差はねあの神経質に釣りしてる人間は分かる <laughs> うん全然ハイギアの方がねそこははるかに感度がいいうんここも含めて、えー、僕がハイギアを好んで使う理由でもあるんです <laughs>、はい、なるほどええー 実際に回していただくとよりよく分かっていいですね。<laughs> はい。いやあ、もうさすがねこれ以上もう引き出せないです説明の。<laughs> 全部説明できたと思います。<laughs> いやあありがとうございました。多分 <laughs> あの道具選び悩んでる方もいると思うので参考になるいい動画になったと思います。なれば幸いです。<laughs> はい。じゃああ視聴者の皆さんまたリール以外でもこう道具の選び方とかで何か。 レオン師匠に聞きたいことなどあったらぜひコメントしてください。そしてこの動画が面白かったよという方はぜひグッドボタンとまたチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあレオン師匠、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。